今日午後1時半ごろの中区栄です。強い日差しが照りつけ、ジャケットを脱いだり T シャツ1枚で街を歩く人の姿が見られました。名古屋の最高気温は28度、4日連続で夏日となりました。4月前半で4日連続夏日となるのは観測史上初めてだということです。